皆さんどうもこんにちは。今回はですね、ドラゴンボールスパーキングメテオの実況やっていきます。次は人造人間13号のやつですね。彼のコンピューターが独自に作り上げたという人造人間13号が突如として悟空たちの前に出現した。スーパーサイヤ人すら上回るそのパワーに悟空ベジ。人造人間13号は俺も知っとる。アニメじゃないわ、ドラゴンボールネオで出てきて、まあまあ強かったはずよ。で、あいつもさ、なんかブロリーみたいな変身するの、確か真っ青に。孫悟空、今度は俺が相手だ。俺たちの回路は全て。孫悟空がちっちゃい時にレッドリボン軍を滅ぼしたがためにさ、こうやって毎回悟空を狙って人造人間が来るよね。かわいそうに。罪もねえ人たちまで巻き添えに、絶対許せねえ。よし、行くぞ。強かったな、こいつ。ターゲットを確認。抹殺する。おらたちの力見くびってんぞ。いやいか、俺ね、これに反応できんのよ、毎回。丸ボタンが即座に押せんのよね。なんであれをガードできるの？何回やってくるんだ。このスーパーサイヤ人になってくれ。まだ終わったわけだ。おい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 、マジか。来た。嫌だ、強いから嫌だ。誰？ベジータ。来た。アカロット、ピコロ、手を出すな。やけん、それがいかんのよ。サイリンでやってください。ベジータ、強者、やばい、いや、やつの方が徐々に押してきたぞ。ナイス。ナイス。追撃しろって。誰だ、次はトランクスか。あー、このトランクスね。来い、人造人間。俺は20年後の未来からやってきたトランクスだ。20年後の地球にはお前は存在していない。今日ここで悟空さんに倒されてしまうからだ。機関、やっぱり機関。いやー、ちょっと待って。ナイス。これで終わりだ。あー、みんなだ。片付けてやる。いやー、うわー、来た。近いって。ああ、すごい効くんや。追いかけてくるんか、あれ、あの技きついな。やっぱ効かんな。
ナイス、オッケー。当たれ、当たらんか。あ、元気玉ができよるみたい。やってみよう、これ面白そう。あ、何しよう、お前、お前そんなんいらんのやって。もうなんか勝手に、その程度ですか。いや、ほんとごめん、なんか申し訳ない。元気よく、オラに元気をあげてくれ。よっしゃ、スーパーサイヤ人ビジータなっとく。あ、来た、よし、来た、来たぞ、俺の時代や。これさ、もう一発追いかけれるんかな。これで三角の、あー、なんか、これで三角、あ、追いかけれるな、追いかけれるな。これがあるんか、もう一発いけるな。よっしゃ、ナイス、OK、当たる、当たるぜ。おっしゃー、よし、あー強い。勝利だ。よっしゃ、よっしゃ、これでもう何個かできるかな。もう何個かぐらいできそうな感じやね。全然できるね、8本飛ばします。飛ばして、次は、あー嫌だ、非常に嫌だ。大決戦を目前に Z 選手は花見を楽しんでいた。そこへ伝説のスーパーサイヤ人ブロリーが現れる。そのブロリーはマジで強い、マジで強い。俺映画のブロリー見に行ったんやけど、めっちゃ興奮したわ。楽しく、めっちゃ楽しかった、あれ。まあ全然違う世界線のブロリーやけど、やっぱりブロリーはね、ブロリーやったね。カカロット、まずお前から血祭りにあげてやる。これさ、ワホルの声よね、ワンピースの。カーバカ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 。伝説のスーパーサイヤ人。殺される。みんな殺される。やつは伝説のスーパーサイヤ人なんだ。ベジータがビビりまくっとる。こいつは、あ、ブロリーかよ。俺ブロリー。お前たちが戦う意志を見せなければ、俺はこの星を破壊し尽くすだけだ。ラッキー、ブロリーは強い。やっと戦う気になったようだ。その程度のパワーで俺を倒せると思っていたのか。やめて、前を取ってください。強いぜ、強いのよこれ。わっ、やば、オラも戦
フだけど、あいつは桁違えだ。桁違え、桁違いだ。少しは手加減しろ。手加減ってなんだ。やめろ、勝てるわけがない。あいつは伝説のスーパーサイヤ人。フロリーが仲間になったら結構熱いのにね。フロリー仲間にせんのかな、どっかで。また一匹虫けらが死にに来たか。化け物め、好きにしろ。今まで感じたことがない何か、身震いのするようなすごい気を感じた。お前たち、すごい化け物を相手にしてたんだな。あでかいよね。俺は悪魔。おとなしく殺されていれば痛い目に遭わずに済んだものを。勝てっこない。やはり伝説のスーパーサイヤ人だ。何を言うと言ってん。敵される暇があったら戦え。ナイス。なぜあいつらは奴に立ち向かうんだ。なぜだ。なぜ戦うんだ。おいおい、わけがないのに、なぜだ。あ、ドラゴンボールあった。もう終わりか。次誰、ベジータ、ご飯か。ベジータや。下級戦士が戦っているのに、この俺様が黙っていられるか。父さん、最大の王者ベジータが相手だ。これわからん。俺これがな、何回やってもわからんねん。どうやってやるの。なんか面白いのないかな。カカロットがあるね。ギガンティックハンマー、これやってみたい。あー、何これ。よし、これ追いかけてくるやつじゃない。違う。怖い、怖いわ。こいつは化け物か。とっておきだ。技ばっかり繰り出しるけど、ごめんね。楽しいよ、この技出すのが。ナイス。終わったな。所詮クズはクズなのだ。さあ次誰じゃ。悟空来たな。悟空、トランクスか。まだおるんか。お前を生かしてはおけない。ここで始末する。トランクスちょっとかっこいいよね。ここで始末するとか、なんか一人やっぱ冷酷な感じのサイヤ人。やっぱ厳しい未来で戦ってきただけのことはあると思う。どうやら貴様の思惑が外れたようだ。ナイス、よし。どうやら貴様の思惑が外れたようだな。避けられた。よっしゃー、オッケー。で、次はまた悟空でブロリーを倒すの。ブロリーマジかっこいい。ブロリーなの髪の色マジかっこいい。俺あれにしたい。あの髪の色にしたい。やばいかな。よっしゃー。
燃え尽きろ、熱戦、熱戦、超激戦、三神中ゲットです。気になる、なんなんドラゴンボール集めたらどうなるん。ネオはなんか何個か願い事があってどれか叶えれたはず。あ、来た、これは悟空やね。ブロリーの猛攻により窮地に追い込まれる Z 戦士たち、ゴハン、ピッコロ、トランクス、そしてベジータも悟空に自らのパ、さあ行くぜ。攻撃が効いたらいいな。攻撃効かんかったら結構きついよね。いや、ブロリー、やっぱ攻撃機関っていうのがさ、あの、三国無双でいうところの呂布やけどさ、パスパスなんや。クズが、まだ生きていたのか。奴をこのまま生かしておくわけにはいかねえ。負けるわけにはいかねえんだ。ブロリーが仲間になったら熱々やのに。ああ、来い。ここがお前の死に場所だ。そん。孫にパワーを与えるんだ。どうせ機関やん。やばい。ちょ待て。あ、ちょっと待て。やばいやばいやばい。やばい。落ち着けって。わあ、ゼロ。マジで。いや、ちょっといかんかいかん。これやばい。攻撃効かんぞ。まずいまずい。ゼロってやばすぎやろ。あ、まだドラゴンボールあった。めっちゃドラゴンボール手に入れんねん。いや、ちょっと待って。やばくない？普通に。やつは何か企んでやがる。気を抜くな。やばいって。お前マジでふざけんな。いやー、ちょっと待って。死んだかも。やばい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 。いや、落ち着け。無駄だ。パワーだ。いやいや、もうないってパワー。パワーくれ。パワーパワー、うるさいな。ちょっと待って、もうきついよ。俺はサイヤ人の王子なんだ。俺は王子だ。誰が貴様なんかに。誰が貴様なんかに。だからあげるんやろ、ツンデレやけど。優しい。サイヤ人の王子はこの俺だ。あ、攻撃効いとる。これまずいな。ちょっと技で攻めるか。なんてやつだ。やばい、やばい、フルパワーなった。ナイスこれで頑張れこれで頑張れ、いけるぞいけるぞ悟空。なんとかいけるか。いやーうわー、やばい、あーくそー、避けられたー。うわー、いいか、負けた。最初がダメやね。最初避けられすぎやわ。やっぱ最初はもう逃げまくらんてか、あのオメガブラスター食らったけんダメなんやね。ちょっともう一回するわ。強ブロリー、ブロリーえぐ。これ技がいるかもな。技で倒さないかんかもしれんね。打撃さ、難しいの敵どうやって避けんわね。あんなにパンパン避けられたら攻撃できんやんね。よし、これは逃げる。もうこれはダッシュで逃げる。逃げろ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 。来んな来んな。
くんなって。くそ、王子が下級戦士なんだ。ゼロって何や、しつこいんじゃお前マジ。やばい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 、やばい、お前マジキモい。よし、こっから。うわ、ナイス。やばい、あのオメガブラスターだけは食らいたくない。オメガブラスターだけは食らいたくないぞ。あれはやばい、あれ食らったらマジでやばい。やばい、来る来るぞ、まずい、いける、先行、よし、もうやつに生きてはないだろ。いけるか、もう一発いけるか、探してない、あれいけるんじゃね。やばいやばいやばい、あいつ探してないか俺のこと。探しとるね、あいつ。全然見つけれてないよ。ざまあみろ。よしよしよし。逃げろ逃げろ。なんてやつだ。マジで。あ、まずい、まずい。ザコのパワーをいくら吸収したとて、この俺を超えることはできない。ブロリーって結構ちゃんと喋るんだ。誰？次誰？亀仙人。いや無理無理。戦士とるようじゃな、悟空。いやいや、あなたじゃ無理よ。じっちゃん。さすがに無理がある。あー、やばい、逃げろ逃げろ、じっちゃん。うわー、危ない。おお、強い。じっちゃん強い。無天老師様、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。え、これ倒せるの？攻撃効くの、そもそも。いや、効かんじゃないの、じっちゃん。カカロット、カカロット来たって。いやー、ちょっと待って。うわっ！筋肉量では負けてないよ。あ、ナイス！ナイス、筋肉量では負けてません。オッケー、え、やった、神仙人で倒した。マジで、やるやん、神仙人やるやん。ナイスです。あ、ごめん、止めちゃった。やったじゃない、神仙人やらできるじゃない。はい、ということでですね、ちょっと今回はここまでにします。無事ブロリー倒したんで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあお疲れ様でした。おやすみ。